見て、雨上がってる。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか？ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ？当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっ、またキャンプかよ。キャンプの何が不満なんだよ。寒いな。上着を着た方がいいんじゃないか。風邪をひくなよ。今ってノクト力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃないか。ああ、それでいいと思う。よっ。ダメだな。大変どうなってんだ。いいですか？お前んとこには何も来てねえよ。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いな。案外。おい、ノクト、上だ。だ。俺さ、それ揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。ウリ、あいつが最初だったとはな。ノクト、窓エンジンの音がする。よっ。まるで要塞だな。さっき飛んできたやつだね。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。ありがとな。よし、着いた。今日は野宿ってことで。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。アイスを出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。
っしゃ、作戦成功。やるねノクトン、さすが。なんだよ、サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。紛れて進め。ああ。背後から狙え。一撃で仕留めるぞ。よくやった。この調子で行こう。あれが基地の動力源？魔導エネルギーの装置なのは確かか。付近の魔導兵が強力なのはあれの影響かもしれない。ぶっ壊すか。こそこそしなくて済むぜ。いや、まずはレガリアを探すのが先だ。気づかれるぞ。音を立てるな。了解。
なとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。嘘。まずい。まだだ、終わっていないぞ。あっ、遅すぎ。胸口叩いてねえで。あれ、魔導タンクを狙え。エネルギー暴発に敵を巻き込めば一撃で倒せるぞ。装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は。もう見つかってる。好きにやる。了解。対象は施設全体だ。敵を混乱させて基地としての機能を低下させるんだ。
さてどうする。寝てる暇はないぞ。悪い手間が。結果的には。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。ねえ、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。 何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか？それより Battle to Victory はどうだ？まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。あれ、久しぶりだ、ノクティス。リブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。くそ。おい、調子乗って。ここで死ぬなら、それが世界の運命。そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえ、ふざけてんのか？次に会うのは海の向こう？うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ。それじゃあね、王様。良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。帝国軍は昨日、ラスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。
ルチスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑、混乱を避けるため緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を流しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ？前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に？知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とかふざけんな。これからどうする？情報収集でもするか？ノクト次第だな。兄さん。どうした？ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。バカな。それでジャレット助かんなかったの。わかった。